第一人島撤退作戦は、1955年2月に、中華民国が、空母 SX、キアサージ、ヨークタウン、ホーネット、ミッドウェイの空母5隻などを中心とする、アメリカ第七艦隊の護衛の下、石膏省大衆列島の第一人島より2万8000名の住民を撤退させた、軍事作戦。正式名称は、混合計画。第一人島から台湾に移住した住民は、 故郷を捨てて中華民国に従ったとして大地に予志法と称された。1949年、中国国民党を率いる中華民国政府は中国大陸での統治権を喪失し仙台したが、西南部山岳地帯及び東南沿岸部の当初一帯では中国共産党に対する軍事作戦を継続していた。しかし1950年になると、朝鮮軍と 海南島が中国共産党の人民解放軍に奪取され、また西南部でも人民解放軍がミャンマー国境地帯に侵攻したため、国民党は台湾及び福建省や石膏省沿岸の一部当初のみを維持するに止まり、東、シナ海沿岸での海上ゲリラ戦術で共産党に対抗していた。朝鮮戦争の影響で沿岸部における 進攻作戦が休止し始め、中国の視線が徐々に朝鮮半島へ移転するのを機に、国民党は反撃を幾度か試みたものの、戦火が期待したものとはほど遠く大陸反攻への足がかりを築くことができなかった。そして、朝鮮戦争が収束するにつれ共産党の視線は再び沿岸部へ向け始めるようになる。1954年5月15日に、 人民解放海軍東海艦隊の支援で、加藤軍区部隊が大陳島周辺の高島や、頭門山島などの島々に上陸し、公平陣地や魚雷艇基地を建設した。国民党軍側も、海軍艦艇や空軍機を繰り出したが逆に損害が続出し、11月14日に人民解放軍の魚雷艇が国民党軍海軍の護衛駆逐艦、 太平洋撃沈すると政会権を掌握した。1955年1月18日、人民解放軍は、数江三島を攻撃し、孤立状態の守備隊720名を殲滅し、同島を占拠することに成功した。当時一鉱山島は大鎮島防衛線と考えられており、これを失うことで大鎮島の防衛も大変困難になった。 また台湾からの距離もあり、国民政府による物資供給が困難となった。さらに、前年台湾とアメリカの間で締結された米下相互防衛条約では、条約の適用範囲に大鎮魂が含まれなかったこともあり、中華民国政府は大鎮魂の放棄を決定し、住民及び守備隊を台湾本島に移し台湾防衛能力の強化を図ることにした。 これ以降中華民国政府の実行支配範囲に変化は生じていない。空母アスプ1955年1月5日、撮影上下大陳島、量産島、飛散島からの撤退作戦は混合計画と命名された。大陳島からの撤退はアメリカ第7艦隊が支援するが、量産、飛散島からの撤退は中華民国軍が独力で行うことになった。 支援に当たった第七艦隊の編成は以下の通り。他五席撤退する大人島の島民1955年2月6日、アメリカ第七艦隊の援護の下で、中華民国海軍の船団がキールンを出港。2月8日、中華民国政府は、小警国を指揮官に、住民移送計画を実施、2月11日に、最後の住民及び守備隊の撤退が完了すると、 小渓国自らが青天白日万地公記を下ろし、同時に台湾本島にあった中華民国石膏省の廃止を宣言した。なお、国民党が大鎮島を離れる際に家屋や漁船を徹底的に破壊し、さらに数万もの地雷を島に設置したが、これには護衛に当たったアメリカ第七艦隊の提督から反対の意見が示されたものの、 結局当時の国防部長であったユダイ・タダ氏の強い指示により、焦土作戦を実行することとなった。後日、人民解放軍が大鎮島に上陸して、無血占領し、大鎮島は中華人民共和国の実行支配下に入った。その際、島には数名ほどの撤退から取り残された住民がいたとされている。大鎮島から撤退した住民は、 キールン港に上陸後、政府により、カレン県、台東県、台北県、高尾県など、台湾各地に住居が与えられた。現在でも、大鎮神村や、カズエ神村の名称が使用されており、大鎮島撤退作戦の痕跡を留めている。ありがとうございます。